生き物。実に面白い。生物？せ、い、ぶ、つ。ゆっくりボイスあるあるすな。正しい読み方してくれないやつね。生き物は面白く愛おしいよな。そういうことを言おうとしたんだ。どうした急にお馬さんで負けでもした？昭和に流行った生き物のことをいろいろ思い出してな。あいつら今何してんだろ。生きてんでしょうよ、どこかで。ということで今回は昭和に流行った生物について紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。まずは、エリマキトカゲだ。出た、爬虫編幽霊目アガマかエリマキトカゲ属のトカゲだ。なんでそんなに詳しいんだ？今日は下調べをしてきたわ、分類だけね。なぜ分類だけ？分布とかは知らないわ。オーストラリア北部、ニューギニア島南部だぜ。パプアニューギニアとかにいるんだねー。エリマキトカゲの体長は60から90センチ、尾が全長の3分の2を占めるのが特徴だ。尻尾めちゃくちゃ長い。実際に見てみるとわかるが、体長に比べて本当に長いぜ。エリマキのイメージ強いけど、尻尾のイメージもあるよね。頸部に舌骨で支えられた左襟状の皮膚飾りがあるのも特徴だな。あれって舌骨で支えられてるんだ。生態はどんな感じなの？生息域は森林で、樹上性だ。木の上にいるってことね。ただ、採食などのためには地表に降りることがあるぜ。地表ではどういう感じで移動してるんだろう。後ろ足だけで直立して走るようにして移動するな。ああ、なんかイメージあるかも。樹上だと多くのトカゲのように、しっかり四足歩行だ。あと、危険を感じると襟状の皮膚を広げて威嚇をするんだ。あれって威嚇のために広げてたんだ。主食は昆虫。うん、トカゲだね。繁殖形態は卵生だぜ。うん、トカゲだわ。飼育下では2から3月に1回に4から13個の卵を、年に2回に分けて産んだ例があるぜ。めっちゃ産むじゃん。トカゲだしな。卵はどれくらいで飼えるの？通常80から85日で孵化するぜ。そんな可愛らしく面白いエリマキトカゲだが、昭和の頃にはブームになってたんだ。確かに見た目が面白いけど、ブームになるほどかな？流行のきっかけは、1984年放送のワクワク動物ランドだ。つまり、テレビの動物番組で取り上げられてたんだね。それを見て人々が関心を持った。この時番組特製エリマキトカゲぬいぐるみを6個プレゼントすると、番組内で告知してたが、なんと70万通もの応募が殺到したらしい。70万通？凄まじいよな。みんなエリマキトカゲ気に入りすぎ。これまであまり見たことがなかった生き物だったからな。今では写真も大量に出回ってるし、創作ネタにもよく使われるが、USJ だと水かけてくるよね。あいつはエリマキトカゲに似た恐竜だ。ディロフォサウルスだぜ。え、あれエリマキトカゲじゃないの？アホな霊夢は放っておくとして。置かないでよ。番組で取り上げられた直後、三菱自動車のミラージュの CM に、エリマキトカゲが登場した。これまた注目度が高そうな CM に出たもんだね。これを皮切りにして、流行した感じだ。あちこちでエリマキトカゲ欲が増大しまくっていたんだぜ。流行当時はどういう状況だったんだろう。テレビの影響で人々のエリマキトカゲを見たい知りたいという欲求が、日に日に増大していった。うんうん。ただ、当時の日本にエリマキトカゲを飼育する動物園はない。じゃあ見られないじゃん。だからあちこちから動物写真家にエリマキトカゲの写真を依頼する。電話が殺到したんだ。エリマキトカゲの写真をうまく撮れる人が成功する時代になっちゃった。この時点で、エリマキトカゲなら何でも売れるという状況だったぜ。凄まじすぎる熱狂だ。この熱狂は84年3月頃には注目されるようになった。大ブームだとニュースになったりするよねー。エリマキトカゲの熱狂を受けていち早く動いたのは玩具業界。エリマキトカゲグッズを出すぞー。まさにそんな感じだったな。5月31日開催の東京おもちゃショー200種類を超える、エリマキトカゲ関連商品が並んだぜ。例えばどんなのがあったの？ゴム製人形、ぬいぐるみ、ジグソーパズルに手押し車、タオルやエリマキなどなどだな。ぬいぐるみと人形は欲しいかも。エリマキはネタとして欲しくなるね。パズルに関しては写真をそのまま使っている商品だったが、会期中の2日間で12万個の注文を受けるほどヒットしたぜ。めちゃくちゃ売れてる。やっぱりあれかな、みんな写真を見たがったのかな。エリマキトカゲをモチーフにしたものよりも実物が見たかったんだろう。だけど実物は見られないから写真が一番欲求に近いものなわけだ。なるほどねー。あと、一般的に玩具業界では新商品の開発には約半年かかると言われていたんだが、夏のピークまでが勝負になると各社が考えて商品を乱造してな。蘇生乱造でしょ。実際そうだろうが、それでもユーザーはエリマキトカゲの商品を求めたんだ。レコードとかビデオとかも発売されたしな。
レコード?同年6月には本物のエリマキトカゲの上陸が始まってブームは過熱。その中で数々のレコードが生まれていった。例えば、エリマキトカゲの真実。歌唱は釜谷津博士だ。釜谷津さんだ。B 面には糸井重里が作詞したエリマキトカゲが収録されてるぜ。言葉遊びだ糸井さんらしいわね。ちなみにレコードが生まれたのは、釜谷津が井上陽水と酒を飲んだ際、あることを言われたのがきっかけだ。あること？爬虫類に似てるから、エリマキトカゲの歌を歌うと当たるんじゃない？すげえ適当言ってる気がするんだけど。でも実際当たったからな。エリマキトカゲの力恐ろしすぎるわ。さらにポニーからはエリマキトカゲ物語というビデオも出た。ポニー。現在のポニーキャニオンね。そのビデオはどういう内容？15分間、エリマキトカゲがただ動いてるだけの映像だ。15分。値段は？3900円。結構高くない？15分で3900円だしな。バカ高い。こんなんでも売れたんだ。もう本当になんでもありになってるね。夏休みが始まると輸入されたエリマキトカゲの巡業が、各地で始まるようになる。ようやく本物とご対面だ。だが、正規に輸入された個体より明らかに多い数持ち込まれたんだ。つまり違法に輸入したと。密漁密輸だな。エリマキトカゲの密輸する人まで出てきたのか。ドン引きだわ。さらに1985年に開催が迫ってた筑波万博で、エリマキトカゲを誘致する案が出た。そこまでする？もともとコアラの展示をオーストラリア政府に求めていたが断られてな。万博だし主催者としては少しでも珍しいものを集めたいよね。だから当時ブームだったエリマキトカゲがやり玉に挙げられたわけだ。ただ、当時の科学技術庁がこれに激怒したんだ。現在の文部科学省に当たるところね。当時の長官が記者会見でこういう感じのことを言ったんだぜ。動物愛護の精神に反する。そんなことで客引きとはとんでもない。あんなかわいそうなことに私は反対だ。めっちゃ怒ってるじゃん。こうしてブームは、夏が終わると急速に冷めていくことになった。万博でのエリマキトカゲ誘致も結局は行われなかったぜ。加熱しすぎたブームは冷めるのも早いよ。万博へ誘致する話がブームの収束を早めたとも思えるな。科学技術庁長官の言葉でみんな冷めたんだろうね。ちなみにだが、日本国内で現在エリマキトカゲを飼育する動物園はほとんどないぜ。エリマキトカゲは今でも日本では珍しい生き物なんだね。次に紹介するのは、シーモンキーだ。海猿？直訳、だが違うぜ。シーモンキーは昭和に流行った生き物の飼育キットの名前だ。生き物の名前じゃないの？そこから転じて、ある生き物の俗称になったんだぜ。シーモンキーは、正式的な学名はアルテミアという。アルテミアかっこいい。アルテミアは節足動物甲殻アモン細脚甲サルソストラカー甲、無甲目方年エビモドキ科の属名だ。長いあまりに長い。一科一属で、所属する旧属の総称にもなっているぜ。子であり前なのか。小型の甲殻類で世界各地の塩水湖に生息している。湖だけど塩水なんだよね。塩湖とも呼ぶな。ウユニ塩湖が有名だよね。代表種はアルテミアサリーナ。1億年前から変化していない生きている化石とされてるんだ。生きた化石、シーラカンスとかと同じような感じなんだね。アルテミアはなんと恐竜以前から地球上にいるらしい。おいおい息が長すぎるって。そして現在も子孫が生き残ってる凄まじい生き物なわけだ。シーモンキーなんて俗称からは想像もつかないほどすごいね。あと、種によってはブラインシュリンプとも呼ばれて、長期間乾燥に耐える休眠卵の採取を目的に採取養殖されて市販されてる。市販されてるんだ？主に魚の餌としてな。餌なのか。アルテミアは日本の水田に生息する放年エビによく似てるぜ。だから放年エビもどきかなのね。ヨーロッパ、北アメリカなどの塩水湖に多く生息する。どこあたりが有名な生息地なの？ボンネビルソルトフラッツなんかだな。日本でも塩田に発生した例があるが、自然発生じゃないぜ。つまり持ち込まれたものか。体は基本細長くて弱々しい。実際めっちゃ弱々しい。色は全体的に白っぽく、透明感がある感じだな。スケスケだ。頭部からは左右に一対の複眼が突き出してるのが特徴だ。なんかじっと見てたら怖くなってくる。第一触覚は糸状に突き出し、第二触覚はメスは小さい。オスはメスを把握するために発達してるな。ソナーみたいなもんなんすなー。形がクワガタムシの大顎を胸の上に折りたたんだような形状と言われているのも特徴的だ。よくわからない例えだわ。まあ学者の言うことだから。マリサの学者への偏見がすごい。普段この子らは何してるの？何って生きてんだよ。具体的には水中を泳いで生活してる。
最初の喧嘩越しなんだったの。基本的な姿勢は覆面を上に向けてるが、放念エビのように常にその状態というわけではないぜ。放念エビって常に仰向けなんだ。アルテミアは比較的自由に水中を縦横に移動するし、姿勢も縦横にゆっくり変えていくぜ。ちなみに、アルテミアは養殖されて魚の餌などに利用されている。餌として育てられる気分は一体どんなものだろうか。アルテミアの餌は何なの？植物プランクトンのテラトセルミスや、パンコウボなんかだな。パンコウボなんて食べるんだね。これらを餌にして養殖してるわけだ。だいたい2週間ほどで、体長が約1センチになる。小さい生き物って成長するの早いよね。その分頭打ちが早いがな。養殖後の活用先は主に餌、生き餌としてそのまま使われたり、休眠卵が餌になったり。自らも子供たちも食われる運命なのね。そんなアルテミアだが、シーモンキーとして大流行したんだ。飼育キットとして売られてたんだっけ？そうそう。開発したのはブラウンハットという人だ。1950年代にブラウンハット氏がペットショップに訪れて、バケツの中を泳ぎ回る熱帯魚の餌に興味を惹かれたそうだ。餌の方に興味を持っていかれるの珍しいね。だけど目の付けどころが人と違うのが成功する秘訣なんだろうな。その餌こそブラインシュリンプ、つまりアルテミアだったわけだ。アルテミアの卵というのは何年も海藻に耐えることができる。何年も？一説によると20年は耐えるそうだ。めちゃくちゃ耐えるじゃん。換気などで環境が悪化するとこういう休眠可能な卵を産むんだぜ。つまり換気が終わるまで耐えて換気が終わったら生まれるんだね。そうそう、そういう性質なんだ。塩水に浸せば24時間以内に孵化するんだ。この乾燥耐久卵の性質に目をつけて、試行錯誤を重ね、1957年にインスタントライフという名前で、アルテミアの乾燥卵を売り出した。まだシーモンキーという名前じゃないんだね。このインスタントライフはうまくいかなかったんだがな。なんで？取り扱ってくれる店がほとんどなく、売れるかどうか以前の問題だった。販売自体が難しかったんだね。熱帯魚の餌を言い換えただけだからな。ただ、彼は諦めなかった。どうしたんだろう？アルテミアは大きくなると、オガサルのように長くなる。ここに着目して、商品名をシーモンキーに変更したんだ。また目の付けどころが面白い。さらに当時の売れっ子イラストレーターに人間のような獅子や頭部を持つ、シーモンキーのキャラをデザインしてもらって宣伝に利用。人気絵師による商法って昔から変わらずあるんだな。販売形態も見直して、飼育キットか、浄水器、インスタントライフの卵、成長食品と書かれた、3つの小袋を1つのセットにした。これで熱帯魚の餌の名前を変えただけとはならないかもね。これで爆発的な大ヒット。最初はアメリカでのブームだったが、昭和は向こうで流行すれば、日本にも流行が波及することが多い時代だ。昭和日本はどうしてもアメリカの影響を受けるよね。日本では昭和40年代に天洋が通販商品として販売。1987年には佃オリジナルが販売。佃オリジナル、流行時はみんなこぞってアルテミアを育てていたんだぜ。佃が倒産した後は2019年にハピネットが発売した。いろいろなところを渡り歩いてるね。ハピネット版のは今でも普通に売られているぜ。今でも自由研究でシーモンキーを育てられるんだね。というか2021年あたりにシーモンキー人気が少し復活してた。そうなの？ペットブームがあったからな。確かにシーモンキーは安くて場所を取らないもんね。しかも餌やり、水替え、掃除などの手間もあまりかからないし、基本的には2、3ヶ月で寿命を迎えるから、長期飼育にならない。気軽に飼育できる生き物というわけね。気軽なものが流行する現代においてシーモンキーは割とぴったりなんだ。長期飼育が基本な生き物を無責任に飼い始めるよりずっといいね。私もそう思うぜ。シーモンキー飼育セットは通販で2000円ほどで手に入るし、というかアルテミアの耐久卵と海水と同等の濃度の塩水と餌と容器があればいいからペットショップで揃うしな。熱帯魚が充実してるショップだと簡単に揃うね。また自由研究用としても未だに使われているそうだ。簡単だし泳ぐ姿は面白く可愛いし、子供にぴったりだね。大人も子供もお姉さんも楽しめる良い飼育キットだと思うぜ。最後に紹介する生き物は、ウーパールーパーだ。ウーパールーパー、これはたびたび人気になる生き物だよね。平成にも流行ったし令和にも少しブーム来てた気がする。本当に数年に一回流行る生き物という感じだよな。可愛いし、不思議な見た目だしなんか魅力的なんだよね。ポケモンにもこいつが元ネタのがいるし人気だよな。ウーパーね。ウーパールーパーはモチーフとしても人気があるしそのものも人気。そんなウーパールーパーについて少し詳しく解説するぜ。
ばさ、ウーパールーパーは実際のところ何者なの？学名はメキシコサンショウオだ。サンショウオの仲間なの？日本にはオオサンショウオがいるな。天然記念物ね。京都の鴨川でよく見かけるよな。水族館にもいるしね。うちには等身大オオサンショウオぬいぐるみがいるぜ。3万くらいするやつ。メキシコサンショウオの俗称がウーパールーパーだ。メキシコサラマンダーとも呼ばれるし、アホロートルとも呼ばれるな。すごくひどい名前じゃない？アホロートルは、本種をはじめとした幼形成熟のトラフサンショウオ科の、総称だから他の種を指すこともあるぜ。分布はメキシコのソチミルコことその周辺だ。日本には？分布していないぜ。ただ、飼育を経て放流されたっぽい個体が確認されることがある。放流するなよ。最後まで責任を持って育ててほしいところだよな。具体的にはどういう生き物なの？全長10から25センチで、メスよりオスの方が大きくなる。メスは最大どれくらい？全長21センチくらいだな。というか思ったより大きくなるんだね。意外とな。あと、通常は幼生の形態を残したまま性成熟するぜ。幼形成熟ってやつね。胴体は分厚い感じだ。小さい穴状の感覚器官は発達しない。発達しないのか、あれ。ただ、個体によっては頭部に感覚器官を持つこともある。四肢は短くて四肢は扁平で先端が尖るような感じだ。水かきとかは？あるけどあまり発達しなくてな。中肢骨や中足骨の基部にしかないぜ。泳ぐの大変そうだね。背面の体色は灰色で黒褐色の斑点が入る。なんかイメージと違うかも。視覚情報から色素胞のサイズと厚みを変えて、周囲に溶け込もうとするカモフラージュ能力も持ってるぜ。写真によっては色がかなりいかついが、カモフラによるものだな。なるほど。あと、飼育用としては白化個体などの色彩変異品種が多いんだ。だから白いイメージがあるんだね。実際は灰褐色系なんだけどな。生態はどういう感じ？自然下だと水温が低くて要素が少ない環境に生息する。チロキシンを生成できないから変態はしないぜ。変態しないんだ。ごくごく稀に変態して生態になり陸上生活に移行する個体もいる。そいつらは15年くらいは生きるらしい。変態したりしなかったりするのか、なんか不思議な生物だね。食事は？肉食だな。匂いで探して軟体動物やミミズ、昆虫や甲殻類や魚なんかを、加えてから吸い込んで捕食するんだ。肉食なのかあまりイメージなかった。あと、繁殖様式は卵生だな。これはイメージ通り。11月から翌1月に水草などに1回あたり200から1000個産むぜ。じゃあ、めっちゃ多い。そんなウーパールーパーが、昭和に日本で少しブームになった。エリマキトカゲほどではなかったと？まあそこまでではないが、エリマキトカゲブームに続いて、流行した生物という感じだな。この生物ブームの波に続けという感じなのね。1985年、日清焼きそば UFO の CM に、メキシコサンショウオの幼形成熟個体が出てきてな。その時ウーパールーパーという呼び名が使われてたんだ。それでブームになったという感じなんだね。広告代理店によってキャラ化されたり、いろいろあったなぁ。日本はすぐキャラクターにするよね。さらに尾崎亜美によるキャラソンウーパーダンシングもリリース。キャラクターソングまで？ウーパーダンシングはアニメ化までされてるぜ。アニメも？エリマキトカゲブームとはまた感じが違うね。エリマキトカゲは実物として推されている感じだったな。だけどウーパールーパーはキャラ、マスコットとして推されてるね。可愛い見た目をしてるからマスコットにした方が売れると、代理店は踏んだんだろうな。実際それで人気になったし、代理店もやるもんだね。実物も水族館で展示されたり、デパートの屋上で展示されたり、一時期はいろいろなところで、ウーパールーパーを見かけたんだ。個人による飼育は？当時は飼育方法が難しいとされてて、あまりされてなかったぜ。そして人気は次第に低下していった。エリマキトカゲほどじゃなかったけど、しっかり流行して、そして飼えないとわかり流行が下火になったんだね。実際、ウーパールーパーって飼育が難しいの？むしろ簡単な方だぜ。簡単なの？ウーパールーパーはかなり丈夫だからな。見た目と違って丈夫なんだ。飼育に絶対いるのは水槽、カルキ抜き、餌、水温計だ。水生生物には絶対必要なものだね。餌は専用の人工飼料がある。食べ残しは水が汚れるからピンセットなどで取り除き、残さないように与えるのが大事だ。だけど、ウーパールーパーに特別必要なものはないんだね。基本的にはない。強いて言えば、隠れ家くらいだな。隠れ家？ウーパールーパーは夜行性だから昼間隠れられる場所が欲しい。土管とかの隠れ家を入れるといいぜ。流木を拾ったり、寄生品を買ったり隠れ家もいろいろあるから、考えるのも楽しいところだ。確かにこれは楽しいかも。あとはろ過器があれば便利だな。まあ熱帯魚とかもそうだもんね。
水の交換は基本的に毎日、全量で行うぜ。毎日やらないといけないのか。水量が多い場合は2日に1回でも大丈夫な場合があるがな。水槽にカルキを抜いた水を張り、水温を調節する。温度を合わせてウーパールーパーをイレーサーを残さず与える。1日1回全量の水を抜き、容器を洗う後は繰り返すだけだ。確かに意外と簡単なのかもね。水温管理もそこまでシビアじゃないしな。どれくらいがいいの？適水温は15から20度だが、生きていける水温は5から25度だ。ただ、ウーパールーパー自体は意外と高温に強いから、年間を通して25度程度で管理し、夏場のエアコン設定を、27度から28度くらいにしても問題がないんだ。え、だけど25度までなんでしょ？温度が上がると水が汚れやすくなる。ウーパールーパーが夏場の暑さで死んでしまう原因の多くは、水の汚れや酸欠だ。つまり、水を変えていればそこまでシビアにならないんだね。温度に関して気をつけるのは冬場に温度が下がると、冬眠状態になることくらいだな。つまり冬眠準備がいるんだね。こうして、今ではウーパールーパーが意外と簡単に変えることが広まり、たびたび飼育ブームが訪れる生物になってるな。昭和の頃には情報も少ないし正確性も欠けるだろうから、今のように簡単だとは思われていなかったんだな。最後に、本当に軽くペットブームの歴史について、語っていこうと思うぜ。昭和も最近もいろいろな生物がブームになってるよね。昭和初期には熱帯魚ブームが発生していたぜ。熱帯魚。だけど結構後の方なイメージがあるな。それは第二次第三次ブームだな。グッピーとかが流行ったな。そうそう、昭和の熱帯魚ブームはグッピーのイメージがあるわ。ただ、実は第一次ブームは戦前なんだぜ。日本で初めて熱帯魚を売り出したのは、銀座千匹屋だとされてる。日本橋の三越の原型だっけ？そうそう。あと戦後、1950年代に入ると庶民に再びペットを飼う余裕が出る。戦争してるとそんな余裕はなくなってくるもんね。1950年代から60年代にかけてコリー犬が流行したぜ。これはあれでしょ、名犬ラッシーの影響でしょ。それが大きかったと言われているな。コリー犬って庶民的というか、お金持ちのイメージがあるわ。まあそのイメージだな。1950年代後半から70年代までは、小鳥もブームになった。私は小鳥が大好き。文鳥とかいいよね。文鳥は今でも人気のペットだな。あと、小鳥ならオカメインコとか。インコも人気があるよね。コリーが富裕層に起こった流行で、小鳥は庶民に起こった流行だ。やっぱり富裕層だったんじゃん。この頃は集合住宅や団地が増えて、手軽にペットを飼えない家庭が、かなり増えていたんだ。だから小鳥がブームになったのかな。その通りだぜ。犬猫は難しくても、小鳥ならって感じだな。値段も手頃だしペット不可住宅でも気軽に飼えたのが流行の理由だ。ただ、今ペット不可住宅で小鳥を飼うのは注意しような。小鳥や魚もアウトという物件が今は多いからね、確認しようね。1980年代には今回紹介してきた生物たちが流行した。あと、シベリアンハスキーもこの年代くらいに流行した。あーハスキー、かわいいよね。80年代後期から90年代になると、テレビが露骨にペットブームに直結するようになった。ハムスターがアニメきっかけで流行したり、金融会社の CM でチワワが流行したり。あ、平成になった。ハム太郎とアイフルじゃん。平成は猫人気が加速したな。犬から猫という感じで変遷していったね。それまで犬が圧倒的人気だったが、徐々に飼育数が減ってきてな。2017年には猫の方が飼育数が多くなった。つまり猫派の勝利。あとは近年のペットブームといえばハリネズミもあるな。ああ、なんか知らないけど結構人気になったよね。近年はテレビもだが、YouTube やインスタグラマーなど、インフルエンサーたちの影響も結構濃く出ていると思うぜ。ハリネズミも飼ってるインフルエンサー多かったね。という感じで生物に関するブームはいつの時代も起こるわけだな。というわけで今回の話はここで終了だぜ。いろいろな生物がいて面白かったわ。ペットとして人気になったのってシーモンキーくらいなんだね。ウーパールーパーは平成以降にペットとして人気になったがな、見る専門の生物としてもいろいろ人気になったのが面白い。やっぱり珍しい生き物には人間を引きつける魅力があるよね。みんなは今回の話どう思った？良ければチャンネル登録、評価、コメントもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。